散々だった大地は空の 賢者の弟子を名乗る賢者の第2話がね、放送されましたけれども、まあ1話の時はね、まあ、かなりの絶望感漂う感じだったのですが、まあそっからね、第2話良ければ全て良しっていうわけではないんですけれども、なんとか盛り返しを図りたいというところで、実際放送されました第2話、えー、主張しましたところ、まあ、個人的な感想としては、盛り返してきたのかって感じですね。うん。まあ1話と比べてみると、やっぱり1話があれだったので、まあ、相対的に2話はね、めちゃくちゃ よく見えたっていうところがあるんですけれどもね、うん、まあ、このアニメに必要なのってワシカは。 わし可愛い,いっていうところなんですよね。まあ、とにかく主人公のミラーを、まあ、どう可愛く見せるかっていうところだと思っていたのですが、まあ、その点では第2話っていうのはやはり可愛らしい要素が非常に多く出ていたので、こういう時はいいなと思いました。で、個人的にこの第2話を見て思ったのは、この作品っていうのは、世界観の、その世界の説明とかそういう、その構造的な問題はどうでもよくって、あのー、バトルと可愛い,いを見せたいっていう、まあそれがよく伝わる第2話だったかなと思いましたね。うん。第1話が結構オリジナル要素がたくさんあっていろいろ言われたので、 じゃあダニアもももね実際原作ととどどう違うう違のかっていいころも話したいんですけれども、まあ、簡単に言うと、結構原作を大胆にカットしておりまして、ポイントポイントを、まあ、話の転換点になる部分を、えー、なんか繋げているなっていう印象がありました。はい。ですので、展開はかなり早いんですけれども、オース自体は同じですので、アニメはアニメなりにこのスピード感でいいのかなとも個人的には思いました。そんな感じだったのですが、わしカわに求めているものっていうのは、この可愛い要素であって、まあ、その他は正直僕は、 そんなにいらないとは思うんですよね。うん。まあその、原作のシナリオが好きな方とかには申し訳ないんですけれども、アニメとしてこのワンクールで見せるならば、可愛いだけに特化させた方がいいとは思うんですけれども、アニメを見る限り、最初言った通りね、可愛いプラス、バトルもしっかり見せたいっていうところがあったんですね。ですから今後もね、バトルは頻繁にあるとは思うのですが、そのバトルは結構、うんと、1話の時と同じように、だいぶお粗末な感じでしたね。これぐらいならもう大胆にもなしの方がいいんじゃないかなと思うぐらいの出来だったのですが、うんまあ、それも ロモル含めてねまあ、第2話で一応可愛いがねやっぱり際立ってきたので個人的には良くなってきたかなと思いましたでももう少し状況説明欲しいかなっていうところありましたねそこら辺も大胆にカットしていたのでちょっと現状どういう状況か分かりづらいなっていうのはかなりあったかなと思いました、まあ、簡単に言うとログホラー状態みたいな感じなんですかね <laughs> っていうところでございますねはいということで、えー、個人的に思った感想としてはそんな感じでございました賢者の弟子を名乗る賢者第2話、まあ、一話散々だったんですけれども第2話でまあ普通ぐらい になってきたかなっていうところでしたね。うんということで、え皆さんどう思いましたか。ぜひともコメント欄にお願いします。それじゃあまた。